わ、びっくりした。言うだけのただいまって。お帰り。何、大丈夫？何が？いや、なんか、いや、なんも。ああ、なんか飲む？うん。あ、いや、ええかな。ああ首どう？まあ、現状維持。慣れた？その首の。俺？周り？あ、どっちも？俺は慣れへん。ああ、職場の人は昨日で大体いじくり尽くしたんちゃう？道行く人はみんな見てくるけど。ああ、見てへんふりしてめっちゃ見てんだよ。格好のあれやし。俺分かったことあんねんけど。何？おっぱい大きい人。いや、男はみんなうまいこと見てるつもりやねん。こうバレへんよな。最低やな。修正やから、動物としては。開き直って。あれ見てんのバレてんな、絶対。まあ、こっちも慣れてるけどな。ああ、モテ女風情だ。どうしたの？ん？今日早かったな、仕事。あ、今日休み。そうっけ？うん。車ないし、家でずーっと。ああ。ああ。ん？また泣き声してた。え？猫？うん。どこにおんねやろ。空耳ちゃん。いや、絶対おるって。どっか挟まってるんちゃう？やっぱ。え、どっかって、でも目星とか見たやろ？まあ、そうやけど。見当たらへんねやろ？うん。俺、聞いたことないもん。おうくんおらん時しか泣かへんねん、なんでか。なんでや。あの泣き声は、あ、多分赤ちゃんやと思う。なんでそんな。一回見てや、クマ。いや、クマ泣くって。屋根裏とか。だから、俺あかんねんって、小動物とか。もう見つけてもね、触られへんもん。首もこんねんし。連絡なんかあったん？まだ。大丈夫なん？まあ、名刺もらってるし、明日連絡かかってこおへんかったら、こっちから電話するし。車どうなるん？それも明日聞く。もう警察呼んでないとかほんまありえへんと思うわ。まあ、そうやねんけど。買い物行かれへんし。歩いて行けるよ。歩いて行けるとこしか行かれへん。はあ。連絡なかったらどうするんよ。大丈夫やって。だって向こうが追突してきたんやろ？十字路やんか、100% 違う悪いねんから。うん。そんなん、警察呼んで事故処理とかしてもらわんと、保険聞かへんねんで。どうするつもりな。さっと行こう。何？大丈夫やから。やけど。昨日もとついも説明したやろ？けど、全然納得できへん。大丈夫やから。むしろ、チャンスやから。何かよ。チャンスとか意味わからへん。これもあれやな。あ？いや、夫婦間では無理や。黙っとけ。何よ。これ、絶対言うたらあかんやつやね。言うたらあかんやつやねんけど、絶対言わへん。誰に言うんよ。まあ、外に漏れたら、いやいやね。あ、わいやね。わいやね。ああ、いやー、ついてぶっちゃいにくいな。ええから、はよ、いいや。事故の相手、車屋さん言うたよ。ちゃうん？いや、そうやねんけど、もうちょっと詳しく言うたら、車のシステム屋さんやねん。どういうこと？ま、簡単に言うと、自動運転とか自動ブレーキとかの開発しとる。へー。ま、その最新のシステム搭載して、公道でテスト走行した車に、お釜掘られてんや、俺。え、自動ブレーキ作動せんかったってこと？いや、実際のとこはそういうことはちゃうらしくて、テスト走行自体は終えて、工場に戻る途中やったらしくて。はぁ。まあ、事故は単なるドライバーの不注意で。なぜ、会社的に公になったらまずいらしくて。まあ、そらそうやろな。その人クビになってもおかしないや。うん。下手したら、会社潰れるくらいの大事ちゃうん。いやー、わからんけど。まあ、それで向こうが警察呼ぶの、ちょっと待ってくれって。いや、でも、それは、社会人としてどうなん？いや、俺もそう思ってんけど、なんか相手の身やったらかわいそうやなーって思ったし、まあ、こんなことでやかってもしゃあないやん。まあ、うん。ほんで？あっちなんて言うてるん？できる限りのことはしますってことで。車も、向こうの専門業者の方で調べてみて、もしシャーシって持ってたら新車で返すって言われてるし。マジで？え？シャーシって何？フレーム？フレームっていいやん。ええやんけ、シャーシ言うても。あ、
ほんで昨日車の雑誌買うて来てたんか。うん。車もある程度の予算の中から好きな選んでええねんって。へえ、すごいなそれ。俺、今度こそツーシーターにすんねん。靴下。ツーシーター。わざと言ってるやろ。何それ。椅子二つや。カッコつけんと最初からそう言いやん。そんな言い方ないわ。え？それは私乗れるん？うん。それは乗れるんじゃん。今のよりちょっとは小さなるし。まあ、ええわ。ほんで？ほんでっていうか、そんで、うん、今、連絡待ちやねんけど。まあまあ、がっぽりいけるんちゃうかな。がっぽりって、車だけやなくて？もらった名刺のサイト見てみたら、取引先のとこ結構な大手の名前並んどったし。家のローン、繰り上げ返済できるかも。いや、それは無理ちゃう？いや、わからんで、こう。取引先にリークする。とか言うたったら。シティヤクザか。脅迫で捕まんね。でもチャンスやんか。まあ、そんな首一つで、なんか出してもらえるんやったら。おいおいおい。大事な首ですけど。ああ。なんやねん、あおって。ちょっとええ旅行とかできんねん。いや、伊豆行ったばっかりやん。江ヶ島温泉。海外やんか。何？今、聞こえんかった？え？猫。鳴き声。まだ言う？まだって何よ。俺、聞こえへんし。あ、工務店の人って名前何やったっけ？川原さん来てくれへんかな。なんで川原さん？一回見てもらおうや。いや、無理やって忙しいのに。もう、でも、家のどっかの隙間でのたれ死なれたらどうするん？いや、どっかって。もうこういう時困るわ、一軒家。ちょっと、家の悪口言わんといてよ。あんなに時間かけて間取り決めてんから。はいはい。はいはい。言うてるうちいなくなるって。何その言い方。二人の家のことやんか。そんなんで35年間愛し続けられるわ。ごめんって。でも、ほんまにおったとしてどうするん？そら、保護してやらんと。保護って何？うちでは飼われへん。わかってるよ、そんなの。保健所とかに来てもらうの。なんで保健所？引き取ってもらうのかよ。なんでそうなるん？他にどうするん？保健所なんか連れてったらどうなるか知ってるん？里親とか探してくれるんちゃうの？里親見つかんかったらどうなる思ってらん。そらまあ、場合によっては、抹殺処分とか。よう簡単にそんなことが。里子は聞いたんや。ひどい。安楽死やろ？ガスとかで苦痛はないように。やめてや。でもうちでは変われへんし。後のことは私が何とかするし。何とかするって、そこを先に教えといてもらわんと。買ってくれる人探すもん。誰か当てあるん？いや、まだわからんけど。意地悪な質問やめてや。そこらへんはっきりさせてからにしようや。でも、ほっといたら弱っていく一方やんか。ほんまにおるかどうかもわからんのに。ほんまにおるかどうかもわからんのに、まだはっきりさせられへんやん。だから、まずほんまにおるかどうかはっきりさせようじゃいだからおるって。まあ言うてることが。だって泣き声するし。近所の人が怒ってるんちゃうの？誰も怒ってへんよ。聞いた？聞いてへんけど。なんやねんそれ。もう、嫌や。嫌って何？もうええよ。なんもう。え？あ、生理な。なんやねん。時計？あの振り子時計って壊れてんの？いや。ボーンみたいなやつ。鳴らなかったっていう。ああ、今鳴らないようにしてる。一人だと怖いんだよ、なんかあの音。ずっとあるよね。生まれた時から。あるね。全然壊れない。よく狂うけど。骨董価値とかはあるのかな？ないだろう。ないか。売れないよ、こんな古いの。レトロなの好きな人、結構いるよ。なんか飲む？なんかって？お茶か、麦茶か。どっちもお茶。麦茶ならすぐだけど。いい。
さっき病院の売店で買ったやつあるし。この家も一人だと広いな。うん。掃除とかしてんの？ホコリとか気にしないタイプだから。しろよ。ホコリを？掃除を？ホコリを気にして掃除をしろ。もうね。何その返事？もう、お母さんがしてたからさ。出た。実家帰省独身男のダメダメ発言。冗談だよ。冗談？どういう意味？どこに冗談の要素あるの？よし。お袋、また戻ってこれんのかな？え？いえ。そりゃそうでしょ。知ってた？何が？金沢さんだっけ？ああ。あれどういうこと？知らないって。あれ恋人ってこと？やめろよ。いやでもそうでしょ。もうすぐ70だよ。いやー、関係ないんじゃない？年齢とか。気持ち悪いって。まあね。毎日来てんのかな？お見舞い。そう。一緒に住んでんのに気づかなかったわけ。何かと出かけてたけど、誰と会うとか聞かないし。ほら、監督不行き届き。なんで俺が監督すんの？ 70 になる高齢者だよ。監督しないと。立派な大人だろ。いやでもお袋もやるな。何？お前気持ち悪くないわけ？いつからだろう。最近だよ。最近の付き合いで最後の時のこと相談するか。いやいや、少なくともお父さん死んでからだよ。そりゃそうだろ。そりゃそうじゃなかったらダメだろ。うん。親父死んで何年？いや、何年経ったからどうとかじゃなくて。いや、別に節操がないとか言いたいんじゃないけど。何？親父、どんな気分だろう。あ、お前、線香くらいあげたら久しぶりだし。うん、後で。後っていつだよ。墓参りとか行ってんの？行ってるよ。嘘。最近は行ってないけど。最終的には、お前んとこが墓守ってくんじゃないの？なんで？お前が頼みだからだよ。子供作る予定ないし。そんなこと言ったら俺、結婚の予定皆無だからね。でもこの家、兄貴が継ぐんじゃないの？そしたら漏れなくついてくるでしょ？先祖代々の墓が。あ？別に家出る気ないでしょ。一人じゃ広いわ。二人でも広いから。子供作ればいいのに。勝手なこと言うなよ。むっちゃあのが現実的か。あ、いやちょっと待って。なんか縁起でもない話になってる。お母さん、戻ってくるから。そうかもしんないけど、将来的な話じゃん。結局、こういうタイミングでするしかないんだから。つなぐって結婚何年目だっけ？ 3 年目。なんで子供作んないの？だからさ。孫を見せてやりたいじゃん。いつも言ってるよ。知らないって。お前らしかいないんだから。だから、兄貴だって。いや、俺が今から婚活して、仮に結婚できたとして、何年かかるよ。その前に安定収入か。あ、そういうこと言う？言うでしょ、そりゃ、この展開。収入が安定したら結婚できるわけじゃないし。少なくとも収入が安定しないと。お前それ結婚とか関係なく言ってない？まだコンビニやってんの？いいだろ、別に。就活したらいいのに。もう40超えてんだよ、こっちは。コンビニバイトじゃ、結婚ってわけにはいかないでしょ。まあ、家があるから多少はあれかもしんないけど。俺別に結婚したくないし、家があるって言ったって、同居とか無理だろ、最近の子は。最近の子はっていうか、なんだこの話。兄貴が子供がどうこう言うから。子供っていうか、孫の話だよ。俺らにも人生設計があるから。でもさ、お前らがやれる最大の親孝行だよ。めったに家顔出さないんだし、孫いたら違うぜ。違うぜ。ぜってなんだ。孫いたら違うぜ。孫いたら違うって。そうは言うけど、
なんとかさ、3年くらいは持つと思うんだよ。手術さえしてくれたら。さっき言ってたやつ。うん。よく調べたね。なんか、難しそうだろ。まあ、暇だから。俺、フリーターだぜ。ネット情報？最初ネットで調べて、それで医療系の仕事をしてる知り合いに話聞いてもらって。そんな知り合いいるんだ。あ、前うちのコンビニで働いてた子で、看護師やってる子。いいじゃん、看護師。結婚相手。あ？兄貴の。バカ。医者と付き合ってんだって。若いの？若い若い。いくつ下だと思ってんの？2000卒知らないって言ってたよ。いいんだよ、そいつの話は。で、どうなの？その、手術して、助かる見込みっていうか。助かる見込み？まあ、手術で癌を切ることができて、転移がなけりゃそれなりに。可能性低いんじゃないの？膵臓癌って、見つかった時にはアウトって言うじゃん。お前何やそんな冷静に。一般的にだよ。一般的にはそうだけど。開けてみないとわかんないって。あ、でも、切れなくても、病巣を電子線で焼いて、癌細胞が暴れるのを抑える方法もあるし、局所的に抗がん剤を投与して、なんだっけ、温熱化学療法ってのができるかもしれないって。それでどのくらい持つわけ？なんか、いちいち引っかかるわ。情報共有でしょ？まあ、何もしなかったら数ヶ月しか生きられないのが、2年とか3年生きられるかもしれない。それって、助かってないかもしれないけど。いや、そうじゃなくて。それって、どういう状態で？寝たきりで、チューブに繋がれて、意識も朦朧として、息も絶え絶えでとか、そういうあれじゃない？いや、そんなことないと思うよ。わかんないけど。どっちにしても、この段階で治療放棄するとか、ありえないよ。金沢さん、あの人、本当何なんだろう？いや、マジで意味わかんないから。人の親の命なんだと思ってんだか。どういう話したら、そういう結論になるんだろう。安楽死とか。尊厳死な。尊厳死。そんなこと医者に言ったら笑われるだけ、笑われるだけだって。ああ。息子たちに迷惑かけたくないってことなんだろうけど。何迷惑って。子供扱いすんなよ。俺に言われても。そうだけど。ねえ。うん？生まれたとき、どんな家に住んでたん？普通のっていうか、平屋の家だよ。田舎だけど。いいところ？そうだね。小さい町だけど、家の裏に小川が流れてて、川沿いに桜並木があって、春になったら桜が満開になって、桜、すごかったよ。川面が落ちた花びらでいっぱいになるの。上も下もピンクで染まって、ひらひらーって。花びら、ひらひらーって落ちてきて、なんか、いいところっぽい。いいところだよ。それで、川にね、小さいイカダを出して、川面に浮かんだ花びらをすくうんだ。花イカダって言うんだけど。いいなぁ、なんか。あ、花びらすくうのは役場の清掃の仕事ね。タモ網みたいなのでどっさり。どっさり。でもなんか妙に風情あんのよ。満開の桜の下をゆっくりとイカダが進んで、雰囲気出すためか、イカダに乗る役場の人たちもハッピーみたいなの着て作業してて。
春の風物詩だったんだけど、いつからか花びらの清掃を民間の業者に回すことになって。それっていいことな？いいことではないよね。何年かはちゃんとやってくれたんだけど、町からの補助金だけじゃ赤字になるとかで業者が引いちゃって。じゃあ誰が花びらすくうの？花びらすくわんかったらどうなるん？うん、花びらそのままにしとくとね、ものすごい量が川底に沈んでヘドロになっちゃうの。ドロドロになるってこと？そう。だから地域の人たちが有志で掃除することになったんだけど、みんな高齢になってきて、いかだ出すのもそれなりに体力いるし、だんだん誰もやらなくなって、あんなに綺麗だった川がどんどん汚れていってね。あかんよ。役場も昔使ってたイカダとハッピーを譲渡しただけで責任果たしたみたいな顔して、あとは知らんぷり。それでどうなった？ああ、うん、それでね、役場がね、ひどいの。何？桜、切っちゃった。切っちゃったの？全部。え、それってあかんことなんちゃうん？役場の説明だと、木の寿命が来てるとかだったんだけど。寿命？命。ソメイヨシノって寿命が短いらしいの。病気にもかかりやすいし、80年もたないって。へー。とにかく、それで私の思い出の桜並木は全部伐採。でもね、変な話、そういう手もあるんだなって今になったら思う。え？どういうこと？さあ、それからどうなったん？フェンスが立ったよ。子供が川に落ちないように金網のフェンスがずっと。風情の負の字もない。桜の木はもうなくなったんや。そう。笑うのがさ、フェンスの色がピンクなの。王子を忍ぶってことらしいんだけど。見てみたかったなぁ、桜。桜もないし、家ももうだいぶ前、母親亡くなった時に処分しちゃったから、今どうなってるかわかんないけど。え？家も亡くなってもうた？昔住んでたところはね。そうなんや。あ、手止まった。ほら、チクチクやろ。私、仕事を続けたいねんな。何急に。いや、そら続けてもらうと困るわ。遊んで暮らせるほどは入ってこうへんで、自己のお金。分かってるよ。その話しちゃうくて。何？会社、38歳で課長代理とか、大阪支社でも前例ないねんって。うん、言うてたな。
あ、頑張ってると思うよ。名刺も作ってもらったばっかりやし。え、なんか会社辞めなあかんみたいな話に聞こえんねんけど。辞めへんよ。うん。え、猫の話？猫の話もまだ終わってへん。あ、家の話？猫きちんと保護せんと死んじゃったら、いわくつきの家になるって思って。ちゃう。事故のこと黙ってたから。それはもう喋ってくれたやん。猫も首治ったら探すから。ちゃうね。何？妊娠してるかも。わからん。え、猫？なんでやねん。え、さとこ？嘘。まだわからんけど。ちょ、何？いや、わからん。わからんよ。だって妊娠せえへんようにしてたやん。せやねん。マジか。まだわからんけど。おお。何よ。おお。何その反応。変。いや、変っていうか。どう反応したらええんやろって思って。アホ。いつやろ？いつって？いや、いつのジョージやろって思って。いや、ジョージって。だって、言うてもそんなおらんやん。こんな言うの、まあ、あれやけど。まあ、家買って、環境変わってとかもあるんかも。あ、湯ヶ島行った時か。伊豆。あー、ありえるね。あれ、4月か。うん、桜満開やったし。湯ヶ島ベイビーとか言うてみたり。何言うてるんよ。嘘。ほんで、何あ、何？いや、どうする？どうする？だから、どうするん？いや、どうすると、どうするんは全然ちゃう。あ、ごめん、ちゃうよ。だから、どうしたい？いや、ちゃうな。病院行く。次の休み。え、なんで今日行かんかった？車なかったし。そんな歩いてるもん。あ、わかんのか。いや、ごめん。あかんことはない。僕に話してからと思って。まあ、それは、そうやな。いつわかった？いや、だからまだわからん。いや、いつおるかもしらんって思ったの。生理こうへんし、体調もなんかようわからん感じやし。いつ行ける？病院。来週かな。え？明日休まれへんの？連休なら。ええやんけ。あかんよ。え、でも体のことやし。いや、でも病気ちゃうし。明日はどっちにしろ休まれへんねん。本社から専務ご一行来る日やし。じゃあ明後日？行った方がええって。なんか、ウォー君テンション上がってない？え？なんか。わからん。わからんって何よ。どうしたらええんかがわからん。何それ。だってよく考えてみたら、俺ら結婚してんねんし、別に困ることちゃうやん。いや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 、困る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 。え、だって子供作らん約束で結婚してんね、私ら。まあ、それは代わりにペットも買わんて。そう、それ俺の条件や。二人でお金貯めて、
王くんの好きな車も買うて、私の望んだ一戸建ても建てて。車は新車になるし、ツーシーター。椅子二つ、または靴下。ちゃうから。病院、一緒に来てくれる？え？うん。行ってもええよ。行ってもええよ。あ、行く。行くよ。行かせて。そんなん。行くの三段活用。そんなんない。絶対行くって意味。親父が死んだ時ってどうだった？え？何年前？7年前か。そんなになる？うん。親父が死んだ時ってどんな感じだった？どういう意味？意味？意味とかじゃなくて。うん。オルフェで買い物してる時に心筋梗塞で倒れて。オルフェ懐かしい。まだあのオルフェ。とっくに潰れたよ。ええ、マジか。俺、中学高校の時、ウォルフェにあった焼き鳥屋よく行ったのに。なんだっけ？トリマサ？トリマサ。懐かしい。あそこでハツの味覚えたんだよ、俺。ハツ？ハツと、ネギマと、皮。トリマサ三種の神器ね。え、トリマサの話する？うん。じゃなくて、親父が死んだ時の話。ウォルフェで倒れたんだっけ？救急車乗ったけど、受け入れてくれる病院が全然決まらなくて。20分くらい？オルフェの駐車場にサイレンつけて止まったままだったから。兄貴現場にいたんだ。いたよ。え？知ってただろ？今思い出した。お母さん、おろおろしてたし、俺がいてよかったよ。あ、結局間に合わなかったけど。そっか。つなぐは全然連絡つかないし。そうだっけ。そうだよ、お前ずっと忙しいもん。でも、病院着いた時、牧野のおじさんが、病室に公益者のカレンダーかかってたの、すげえ怒ってたのだけ、妙に覚えてる。あった、それ。今言うみたいな、うん。看護師さん怒鳴りつけて、葬儀屋とどんな付き合いしてんだって。そうそう。で、結局そこに葬儀一式頼んでさ、なんだそれってなって。定年退職して、結構すぐだったよな、親父。そうだよ。虚しい人生だよ。そりゃもう葬式も、会社関係の人たくさん来てたもんな。ザ・会社員だから。なんか、死んでから葬儀まで早かったような。早かった。全然実感ないまま送ったでしょ。実感はあったよ。兄貴は一緒に住んでたからか。一緒に救急車乗ったくらいだったし。だよね。お前はもう家出てたんだっけ？とっくだよ。大学卒業してからすぐ出たし。そうか。7年か。うん。っていうか、7回忌ってこと？え？あるじゃん。3回忌とか、7回忌とか。3回忌はやった。え、お前もいたじゃん。え、俺いた？いたよ。で、7回忌は？え？わかんない。お母さんあんなだし。やんなきゃいけないのかな。いやー。秋野のおじさんに怒られんじゃない？今度お母さんに聞いとくよ。そういう法事的なことも、俺らでやっていかなきゃいけないのか、これから。俺そういうの全然わかんないんだけど。俺もだよ。憂鬱。これか、大人になったって思う瞬間。なんか、俺らずっと子供みたいだな。俺らでくくんないでよ。じゃあ法事やってよ。そうなったらやるよ。冗談だよ。俺がやるよ。長男だし。死んじゃうのかな？なんか今回って変だけど、親父の時とは違う気持ちが。まあ、それは。死んじゃうまでの時間がある程度見えてるからかな。
親が一人もいなくなっちゃうんだよな、俺たちも。まあ、いつかはそうなるけど。まあ、そうだけど。え？死んじゃうのか、お袋。あ、いやだからまださ、手術とかあるから。まあ、金沢さんと生きがいもあるんだし、もうしばらくは持ちこたえるかもしれないけど。おい、そういうのやめろよ。そういう冗談笑えないから。でも実際。わかってるよ。お袋抜きで、金沢さんと話してみる。金沢さん抜きで話す方が先でしょ？何の話するの？だから、治療の可能性？手術のこと？それ今日したじゃん。だから金沢さんのいないところで。だったら、話すべきことは金沢さんのことじゃない。は？どういう関係の人かって。それも話すけど、命に関わる方が先だろ？そうかな。そうだろ。でもさ、なんだよ。いや、兄貴って、自分の恋愛のこと、お袋に喋ったことある？え？学生時代とか。ないよ、そんなの。だよね、俺もない。でもお前、ゆかちゃんと結婚するときは？いや、いついつ結婚するって報告だけ。あ、そんなドライな感じだった。ドライっていうか。まあ、そんなもんかもしれないけど。結婚式、やったでしょ？サンプレスホテル。あそこで会社の先輩とかに馴れ初めの話されるの超恥ずかしかったもん。お袋の前でやめてくれって思った。そこまで？今でこそ自意識過剰だったかもって思うけど。過剰だよ。兄貴って今彼女とかいんの？いないってだから。もしできたとしてさ、急にできなくない？お袋に恋人の話とか。もう、確かに。だからさ、お袋も嫌だろうなって思って、金沢さんのこと聞いて、すごい変な感じになりそうじゃない？まあ、なるだろうね。よく今日紹介したなって思ったもん。え、でも、どういう関係かまでは言ってなかっただろう。言えないでしょ。ああやって紹介するのが精一杯だったんじゃないの？俺がゆかと結婚すること伝えた時だって、詳しいこと何も言ってないし、聞いても来なかったくらいだから。他の家ってどうなんだろう、男兄弟のとこ。よく女の子は、お母さんと友達みたいに話すって言うじゃん。ね。いや、でもこれかなりイレギュラーだって。高齢の母親に新恋人とか。しかも、余命宣告された状態で知る息子たち。そうだよ。やっぱ金沢さんと話した方がいいよ。どういう関係なんですかって。今日聞いとくべきだったな。次いつ来れるかわかんないし、俺。忙しいの、相変わらず。まあ、それなりに。ゆかちゃんなんて言うかな？なんでゆかが出てくんの？おいや、帰ったら聞いてみてよ。何を？70にもなって、こんな状態で恋人なんかどう思うって。まあ、ゆかは普通なんじゃないって言うよ、多分。は？普通じゃないって、どこが普通だよ。全然おかしいだろ。だから俺に言われても。そうだけど。桜の木切った人って、どんな風に切ったんやろ？どんな風にって？なんていうか、どんな風に切ったんやろ？言い方変わってないけど、難しいなぁ。どんな気持ちで切ったかってこと？そうそう。あと、どんな風に切ったんかなって。わかるやん。ごめんごめん。多分少なくとも満開の時ではないんじゃないかな。切れないと思う。満開の時は、あんなに生き生きとしてるの。満開ってすごいんやな。そうだよ。目を奪われて、心も奪われて。危ないよ。危ないかもね。
どうやって切ったんやろう。冬の寒々とした日に、みんなの頭から桜の記憶が一番遠のいた1月とかに、無心で切ったんだよ。ギコギコって手引きじゃないんじゃない。そりゃ機械か何か使って。電ノコか。電動のノコギリ。ビーンって。そんなもんじゃないでしょ。じゃあ、ビャーン!ビャーン!かもね。痛かったかな?痛かった?切られて。面白いこと言うね。だって、まあ、痛かったかも。嫌 やなぁ、痛いの。でも、切った人に罪はないから。なんで?切る判断をしたのは役場だし、仕事でしょ。杉とかヒノキとか、材木切るのと同じように、ただ切っただけだと思うよ。桜の気持ちはどうなるん?桜の気持ち。声も出されへんのに。でも寿命が来てたのも本当だったみたいだけど。自然のものだからさ。病気で朽ちて腐っていく前に処分するっていう方法も。あるんじゃないかな。嫌 やわ。じゃあさ、桜の木、何年花を咲かせ続けたら納得する？え？永遠は無理だから。そんな、わからへんけど。わかんないよね。わからへんけど、できるだけ長い方がええんちゃう?ボロボロになっても、最後の一輪まで咲かせた方がいい?その方が、頑張ったね、ありがとうってなるやん。そんな姿、見られたいのかな?わからんよ、そんなの。わかんないよね。あ、ちょっと、また手止まってますけど。うん。喋ってもいいけど、手も動かして。どっちかしかできへん。だったら手を動かす。はーい。今日のうちに話しといた方がいいことあるかな?何かある？どうかな?治療の方針?それはお袋の考えも聞いて。つなぐはどう思うの?え?少しでも長く生きてもらいたいだろ?長く?数ヶ月より2年とか3年とか、じゃない?まあね。そりゃそうだよ、きっと。なんか消極的。いや、わかんないんだよ。何か。何がいいのか。お袋にとって。お前さ、うん、ごめん、なんか違う答え。お前さ、いつからお母さんのことをお袋って呼んでんの？は？お母さんはお母さんだろ。そういうとこ触れてくる。なんか俺のこともいつの間にか兄貴とか言ってくるし、お兄ちゃんだっただろ。何子供みたいなこと言ってんの？いや別にいいんだけどさ。じゃあわざわざ聞かないでよ。いや、照れたりしないわけ。しないよ。
お袋。ダメだわ。ダメだしね。お袋。遺産の話、しとかない？え？お袋死んだ後の。お袋死んだ後の。ふざけんなって。なんだよ、遺産って。だってそうじゃん。通過期だとしても、それ以上だとしても、もうそういう段階じゃん。お前、そういう話がしたいわけ？そういう話もしなきゃってだけだよ。まだいいよ。そうやってさ、親父の時もそうしただろ。保険会社に請求しそびれてさ。お前、そういうことは覚えてんのな。親の命が尽きても、俺たちは生きてかなきゃいけないんだから。特に兄貴なんか、一番考えないとダメだろ。考えてるって。どんな風に？なんで今言わなきゃいけないんだよ。こういう時にこういう話できないのが日本人のダメなとこなんだよ。今日本人の民族性出してくる必要ある？論点ずらすなって。いざとなったらなかなかできないんだから。今だから話せるんじゃん。まだ早いよ。なんで？だって、この後の治療でいくら必要になるかわかんないんだし。そんなの、医療保険とかあるんでしょ？そうだけど。お母さん、手術受けて家戻ってきてから、今までみたいに家事とかできないだろ？そしたら介護サービスとかも必要になってくるし。そんなことまで今考えなくていいじゃん。お前の方がもっと先のこと言ってんのに。そうかもしんないけど、準備しとかないと。なんで死ぬ準備すんの？帰ってくる準備だろ。できてないじゃん、帰ってくる準備。掃除だって。するよ。なんで今掃除だよ。明日帰ってくるわけじゃないんだから。じゃあ、いつの話すればいいわけ？いつの話すんのがちょうどいいわけ？たまに顔出して、急にそんなこと言われてもわかんないって。たまにって、そりゃたまにだよ。当たり前だろ。結婚して仕事してんだから。兄貴の方が特殊だからな。40で、実家で、コンビニでフリーターって。だから、その分親の面倒見てんじゃん。面倒見てもらってんだろ。そういうこと言う？しっかりしてくれよ。俺だって、夜勤明けでも毎日病院行ってるし、やってんだよ、いろいろ。なんか、ちょっときついよ、お前。任せるよ、遺産のことを。任せるって言われても。お前の方がそういうのちゃんとやれるだろ。頼んないわ。今に始まった話じゃないから。なんだよその開き直り。ほんと、お前のいいようにしてくれたらいいから。いいようにって。ほんとごめん、今俺考えられないから。お、何？金沢さん。え？金沢さん、お母さんと席入れたりとかないよな。席って？まあ、一瞬思っただけだけど。そこまではしてないでしょ。遺言とか書かせてるってこと？自分にある程度入ってくるように。どんな悪人だよ。考えてみたら素性だってちゃんと聞いてないし。そうかもしんないけど、あのインテリぶってる感じもうさんくさい。ハットとかかぶっちゃって。あの人だって70とか超えてるんでしょ。確かに。これ騙されてたら一番厄介だよ。さすがにないでしょ。ないとは思うよ、そりゃ。まあ、一応確認しといてよ。わかった。そのことは俺がちゃんと話すよ。ちゃんと聞くよ。どっちと？それはわかんないけど。金沢さん。じゃあ、金沢さん。頼むよ。尊厳死ってのも、金沢さんが言い出したと思うんだよ。まあ、そうだろうね。お袋絶対そんな言葉知らないもん。その辺のこともちゃんと聞きたいし、ちゃんと金沢さんと話すわ。仮にやね。仮に？ない話ってのは前提やけど、仮に。何？子供産んだらって話？いや、っていうか、できてたらの話。やめようや。それしとかんとあかんやろ。決まってることやん。決まってる？当たり前やん。当たり前。産まへんってことになるんかな。そら、そうやんか。
ちょ、黙るって何？ちょっと考えてるだけ。何を考えるんや。そら考えるやろ。なんで？だって、実際こんな状況になったら考えるやんか。ちょっと、馬のあかんの私やねんで。そら、まあ、男にはない神秘の臓器があるから。ちょっとそれどういうつもりで言ってんの？あ、ごめん、冗談っぽく言うたんやけど。いろいろ奪われんの私やで。そんな。そうだったら、俺も全面的に協力するやんか。仕事休まれへんもん。課長代理やで。代理やろ？でも代理の代理はおらんねん。でも、佐渡子んとこの会社はきちんとした会社やし、出産の時の制度とかもしっかりしてるんちゃう？なあ。私が今まで産休取ってきた頃にどれだけ嫌み言うてるか知ってて言うてるそれ。それ偉そうに言うことちゃう。今さら私が妊娠したとか言ったら、もう、社員一同ずっこけんで、ビルごとひっくり返んで。じゃあ、ひっくり返したったらええやん。おもろいやん。なんでよ。その後完全に私白い目で見られて、もうそっから私が辞めるまでの嫌がらせの嵐やわ。それは絶対ないって。世の中そこまで悲惨でない？うちの会社知らんから言えんねん。その時は、まあ、もうちょっと楽な仕事に、まあ、転職するとかもあるやんか。はぁ？はぁ？何簡単に言ってくれてるん？いや、別に、俺が仕事帰って子供の面倒を見たってええと思ってるよ。ちょっと待ってよ。これ以上安月給なんてどうするん？もっと突然の本音？嘘やけど。でも、もっと融通利くような仕事を探す手はあると思うね。俺も転職するとしたら年齢的にラストチャンスやと思うし。いや、待って待って。そういう話で進めようとするのやめてよ。仮にやんか。仮の話で喧嘩したない。でも、もし妊娠してたとしたら、簡単に中絶するわけにはいかんやんか。どういうこと？子供いらんのんちゃう？いらん、思ってたんけど。思ってたんけど？結構、周りから言われんねんで、その子供はって。理由になってへんねんけど。先輩とか、飲みに行くたびに子供のおる人生とおらん人生、どっちがええと思ってるんって聞いてくるし。人生の良し悪し、子供のおるおらんで決まらんよ。まあ、俺かってそういう風には言うたけど。絶対言うてへんわ。ヘラヘラ笑っとったんじゃん、どうせ。ちょ、なんでそんなこと言われなあかんねん。仮の話に仮に怒ってるだけやから、気にせんかったらええやんか。難しいわ、そんな複雑な。ほんならもうやめようや、こんな話。桜の花って、綺麗なんやろな。綺麗だよ。家の近くに咲いとったらええやんね。うん、いいよ、すごく。それで桜が咲いて満開になったら似て奪われる。目と心やったっけ？お花見ね。目と心。奪ってみたいわ。はい。余計なこと考えないで手を動かしてください。めんどくさい。俺らも年取ったってことだよ。取ったか。兄貴は全然変わんないけど。変わりたくないもん、俺。そんなんで金沢さんと喋れんの？そこは頑張るけど。頑張るか。長男として。長男として。なんだよ。いや。なんなの？兄貴って、親父と似てるよね。やっぱり。え？どこが？俺は課長だ。俺は長男だって、そういうのこだわるとこ。何？批判？似てんなって思っただけ。お父さんのことを嫌ってたお前に言われるとなんか複雑だわ。
そこは関係性の問題だからご心配なく。遺産のことをお前に任せて大丈夫かなとか言ってみたりして。まあお前んとこに子供がいたら話は早いんだろうけど。どういうこと？そしたらこの家引き取ってもらって、俺は現金もらって、みたいな。何？遺産の話すんの？あ、しないよ。兄貴、やっぱり家より金？違う違う。じゃあ家でもいいんだ。わかんないよ。ただ、家維持していくのもまあ大変だろ。固定資産税とかあるし。そりゃあるよ。その辺お前はちゃんとサラリーもらってるからさ。こらこら、共働きで必死だよこっちは。俺よりマシでしょ。まあ、二人いる分なんとか。でも兄貴こそ家がないとたちまち大変になるよ。俺なんか安アパートで十分だから。いやでも、食費とか光熱費とか、お袋の年金頼みだろ。そんなことないって。聞いてるよ、お袋から。なんで言うのお母さん。どっちにしろ。将来のこと考えたら就活しなきゃ。それはするよ。なんだよもう。それで就職できてさ、ある程度仕事が波に乗ってきたら、この家手放して、貯金も全部合わせて折半したらいいじゃん。待て待て、なんで、実家なくなるのはダメじゃん。だって、どっちもいらないって言ってんだもん。だから、お前ら住んでくれたらいいじゃん。今のマンション高い家賃払ってんでしょ。俺らは住みたいとこに住めよ。俺らが育った家じゃん。もしかして兄貴、俺らがこの家継いだら、盆と正月来ようとしてない？は？そんなの？あれ？ダメなの？そんな虫のいい話ないからね。俺らがこの家継いだら速攻売るよ。お前なんでそんな。愛着、兄貴ほどないもん。おいおい、そういうこと言う？ついでに言っとくと、もしこの家を兄貴が継いで、俺らが現金もらうとしても、家の方が価値が高いから。その差額分、兄貴に埋め合わせしてもらわないといけないんだよ。むちゃくちゃ言うなよ。身内にこんなゴロがいると。おろつきはどっちだよ。よくないよ、そういうこと言うの。だから提案してんじゃんか。どっちにしろ、兄貴に安定収入がないと。この時代、収入安定させるのがどれだけ大変か。その社会への不満は、努力した人だけが吐いていい言葉だよ。お前はいちいちうまいこと言いやがって。そんだけコンビニ長いんだから、社員にしてもらうとかないの？ないよ。高校卒業した時からずっとでしょ。一つのコンビニで20年選手。23年だよ。そんな人いる？バレすぎるでしょ。オーナーも年だし、俺が頼りなの。じゃあ、例えば、いずれ自分でフランチャイズでオーナーとしてやってみるとか、そういった夢みたいなのはないわけ？バカ。そんなちっちゃい夢見てどうすんの？いや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 、現実問題としてさ。現実って、そんなのさ、ある程度資金もいるわけで。その辺頑張んないと、唯一兄貴のキャリアを有効活用できるんだから。あのな、簡単に言うけど、コンビニもめちゃくちゃ大変なんだから。ライバル店多いし、上からの押し付けも理不尽だし、みんな苦労して自殺とかしてんだから。みんなって、みんなじゃないでしょ。まあ、みんなじゃないけど、死にたくなるくらい大変なんだよな。じゃあどこで頑張んの？今のコンビニで頑張るよ。必要とされてんだし。そうじゃなくて、兄貴は甘えてんだよ。甘えてなんかないって。俺は変わってないだけなんだよ、ずっと。なんでそんな生き方できんの？お前に俺の生き方どうこういう権利ないよ。ないけど。現状維持がどれだけ難しいか知ってる？あ、去年高校の同窓会行った時、俺だけ高校から時間止まってるって驚かれたんだから。生ける化石だって。それ馬鹿にされてんだよ。馬鹿にされてないわ。みんな爆笑してたし。だからそれ、馬鹿にされてんだって。上等だよ。俺は化石が好きなんだよ。でも、変わらざるを得ないでしょ。お袋死んだら。死なないよ。死ねよ。まだ死なないよ。いつか死ねよ。死ね死ね、言いやがって。死ぬ死ぬ詐欺か？笑えよ。どこを拾って笑えばいいの？兄貴の望みは何？そりゃ、お母さんに手術受けてもらって、家戻ってきてもらって、それだけだよ。あと願わくば孫見せてやりたいけど。ついでみたいにうちの夫婦を巻き込む。まずは手術。尊厳死は？ダメだよ、そんなの。
今は子供いらんと思ってるやん。やけどさ、いつか何年かしたら、さとこも産んどいた方がよかったとかって、あるんかな。ないやろ。え、言い切れる？なんなん？それも会社の先輩が言うとったん。いや。私には、今のことしかわからん。なんで奥は何年か先のことがわからん。いや、わからん。わからんよ。でも、さとこがいつか後悔することになったら、かわいそうやなって思うから。待ってよ。私のこと気遣ってるふりして、産む方向に進み落とすのやめてくれへん。そんなつもりないって。大体、後悔のない人生なんかあるん？子供産んで、後悔することもあるかもしらんやん。そら、わからんけど。なんでわからんことばっかやのに冒険しようとするん？だから、そうやんか。まさに冒険っていうか、考え方としての。そういうのもひっくるめて楽しむっていうか。楽しむ？ペットとちゃうねんで、人間やで。わかってるよ、ペット飼うのと違うことぐらい。だったら、さとこはどうなん？おるかおらんかわからん猫のことをあんなに心配して。今そこにおるかもしれん赤ん坊のことはどう考えてる？いや、逆に、猫の命も大事に考えられへん、もうくんが。子供なんか育てられるわけない思うけど。それはちゃうやん。全然ちゃう話やんか。同じ命やろ。でも、法律的にはモニやし、猫車で引いたとしても物騒やねんで。そういう考え方なの。ちゃうけど。でも、そんなこと言い出したら全部自分に返ってくるやん。さとこは、その命をどうしよう思ってる。命とか、言わんといてやん。私にだけ背負わすような。命って言葉持ち出したんは、さとこやん。また止まってますよ。大丈夫だよ。そうそう。針が動けば時間は進むんだから。チクチクしよう。チク。チク。なんで縫うときの音、チクチクって。言うんやろ。え？針で刺すとき、チクってするからじゃない？トック。トック。え？タクタク。でも、よくない？ねえ、音。なんで？針で刺すとき、タクってするやん。しないよ。なに？タクって。タク。タク。わかんない、わかんない。トック。トック。チ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 ック。
おばあちゃんが死んだ時、覚えてる？立山のおばあちゃん？やっぱ、ガンって血筋とかあるのかな？立山のおばあちゃんもガンだったでしょ？ああ、お母さんも言ってた。うちはガンの家系だって。俺、中学生で、あの時。おばあちゃんもう最後かもっていう日、みんなで病院行って。行った。夜、1月だよ。寒かったもん。それまでも、悶絶するくらい痛みに苦しんで、いろんな数値が下がってきて、いよいよって時にさ、お袋、泣きながらおばあちゃんに話しかけてさ、みんないるから安心していいんだよって、お母さんの好きな時に力抜きなよって、そのうち心肺停止状態になって、ああ、こうやって人って死ぬんだって。俺、身内が死ぬとこ見るの初めてだわって。冷静だな、お前は。すごい悲しかったよ。泣くの我慢するの必死だったもん。わかる。俺も耐えてた。それで、もう息引き取るんだなって思った時にさ、急に病院のスタッフから、みんな病室の外に出るように言われたじゃん。俺らだけじゃなくて、親父もお袋も。そうだったっけ？廊下の椅子座って、誰も喋んないで待ってて。すごい寒い中。時計の秒針の音だけ、妙に耳についてさ。その後、何分くらいだろう。15分くらいで呼び戻されて。そしたら、着衣乱れまくったおばあちゃんが、ベッドの上で横たわってて。心肺蘇生的なことをされた後だったんだろうけど、医者、肩で息しながら、できる限りのことはしました。とか言って、そうだよ。思い出した。その後、3日くらい意識不明のまま、心臓だけかろうじて動いてる状態で、結局目覚ますことなく死んじゃったんだよ。俺も兄貴も、学校のテストとかあって、親父も仕事で、結局最後、お袋が一人で、あの寒々とした病室で見とった、って。お前、お父さんの時のこと完全に忘れてたのに、立山のおばあちゃんのことは随分しっかり覚えてんじゃん。なんかね。まあ、多感な時期だもんな。お袋、すごいその時のこと考えてるんじゃないかな。え？おばあちゃんが無理やり生かされた3日間って何だったんだろう？俺ら家族全員揃った日に見送ってやれた方が絶対良かったのに。それでお袋、尊厳死、なんて言い出したんじゃない？お母さんには相談した。言う必要ないやろ。それはあるやろ。なんで？それは娘として報告せなあかんのちゃう。だけどさ、だけど今回はちゃんとした手術の方法もあるんだし、それで 2,3 年持てば孫の顔見れる可能性も十分あるんだから。あ、いや違うんだよ。別にお前ら夫婦がどうこうってあれじゃなくて、まあ、そうは言っても、つなぐとゆかちゃんしかいないんだけど。ちょっと。いや、本当に、お母さん、それだけが心残りだって言ってたから、
それだけなんとか叶えてやりたいよ、俺。そしたらほんと、この家もいらないし、お前の好きにしたらいいよ。無茶言うなよ。そうなんだよ、無茶なんだよ。分かってるよ、そんなこと。でもさ、もう、分かりきったことをさ、言わなきゃしょうがないからさ、もう。妊娠って、やっぱり大きいことやん。そっちのお母さんなんか、喜びはるんちゃん。余計言われへん。なんで？ウォー君みたいに変な方向に話進んでも嫌やし。変な方向ってなんな？ちゃうやんか。諦めてもらってんねんから、子供の件は。状況が状況やからさ。うちの母親は、私の気持ちを第一に尊重してくれてる。それは、こうなる前の話で。もう、さとこのことだけちゃうやん。もう、もっと想像してや、私の不安。不安なのはわかるよ。わかるわけないやんか。簡単に言わんといてよ。だから、話そうや。不安なことを解消できるかもしらんやん。タック、チック、タック、チック、タック。うち、子供作らないって決めてるって言ったでしょ。これはもうね、奥さんの決定に従うしかないんだよね、実際のとこ。そうは言うけど。私無理よね。無理って、そんな頭ごなしに言う。新しい命作り出すって、すごいエネルギーだから。男なんかほぼ労力ゼロ。女の人が100大変だから。だいたい、10ヶ月もあんな格好して過ごされへん。格好悪い。何それ。そうやって俺らもこの世に生を受けたわけやし、そこ否定したら動物としておかしいやろ。女性が子供を産むのは自然なことなんじゃないの、動物としてさ。ちゃうねん。動物的な話とは別やねん。別ちゃうよ。動物であればいい人間だから。いや、ほんまに逆やん。人間である場合に動物なんちゃう。え、動物みたいに生きてないでしょ。人間として生きてるんだから。あかん。なんか、動物の概念がずれてる気がする。人間として子孫残さないと人類絶滅するじゃん。独身にそれを言う資格はない。私は、私の人生守らなあかんもん。結婚してんねんで。もうさとこだけの人生ちゃうやん。俺が介入してんねんから。でもお前らは結婚してんだから、夫婦としての人類の使命を果たすべきでしょ。使命？使命って、ずれてんな、アンティ。そうやで。オー君と結婚したのは私の意思やし。ほんで仕事も続けて好きなことして、二人で人生謳歌するって決めたやん。二人で添い遂げる選択肢もあるから。でも、子供できてんから責任があるやんか。からできたかどうかはまだわからん言うてるやんか。そこがわかんないと話してもしょうがないから。さっきから言うてんのに。でも、病院行って、もし妊娠してますってことになったら、おめでとうございますって言われるやろ。それを、すいません、産めないんですって言うんか。言われへんやろ。医者に気使って子供を産むとかないし。お母さんにも伝えてるわけ。わざわざ言わないよ。牧野のおじさんにも言ってたよ、電話で。孫がいたら思い残すことないんだけどって。うちの親まで、言うてくんねん。いつもうまくかわしてくれてるやんか。こうなったらそうはいかんやろ。話のレベルがちゃう。親のために作れないって、一人育てんのにいくらかかると思ってんの？うん。だから、その辺は遺産でうまくやったらいいって言ってんじゃん。家売って、兄貴追い出して。お袋のために兄貴まで死ねんの？なんでそうなるんだよ。なんとかするし、なんとかなる。なんともならないじゃん、このままじゃ。だって、特別貧困なわけちゃうし、この家買ってあるし、健康な夫婦の間に子供ができて、それをどんな理由で拒否する？家維持するために働かなあかんやん。そんなことで？そんなこと、そんなことちゃうよ。でも、この家で死ぬまで暮らすねんで。この家って、兄貴が生まれた時に建てたんだよね。らしいけど。大事な場所やん。この家は私の夢やって。一緒に叶えてくれて本当にありがとうって思ってる。思い出もあるし。愛着もある。うん。本当は手放したくないんでしょ。そりゃそうだけど。でも、築40年とか経っててさ、多分、耐震とかもクリアしてないし、住み続けるなら、リフォームとかも必要になるよ、いずれ。なんで家の話？ここで、二人で暮らしていきたい。そうやけど。
俺だってこの家手放したくないよ。だから、兄貴が頑張って維持してってよ。そうじゃなくて、だから俺は、お前らが子供作るなら家売って。その話はないから。ごめん。ないから。三人で、とはいかんとかな。無理。絶対。子供ったら、いろいろ違うと思うけどな。お母さん、張り合い出ると思うんだよ。俺たちの生活も変わる。もちろん、ええ方に。金沢さんというパートナーがいるんだし、張り合いの面では大丈夫だって。おい、またそんな笑えない冗談言う。今となっては疑惑の金沢さんだぞ。私は、王くんがいてくれたらそれでいいねん。もしまともな付き合いしてたとしても、パートナーへの愛情なんか、そのうちフェードアウトしてるもんだろ、他人なんだから。は？その点、孫は違うって。子供がおったら、年行ってから何かと助かることあると思うで。何それ。お袋、追い先短いし。フェードアウトとかないんじゃない？お前な。今まさにラブラブって時期かもしれないし。やめろよ、気持ち悪い。気持ち悪くないから。あ？あ？子供が与えてくれる幸せも大きいと思わへん？それやったら、子供いない夫婦はどうなる？年取ってからどうなる？夫婦ならいいよ。いつまでも愛し合えたら。それは理想だよ。結婚してない兄貴が何を偉そうや。年いっても愛情は変わらへんけど、そら。やろ？とにかく俺は気持ち悪いんだよ。全然気持ち悪くないから。何？何？70だよ。おじいちゃんおばあちゃんになっても恋愛できるなんかめっちゃ幸せやん。それは俺もそう思うけど。俺も。いや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 。なんで？なんで？いや、ないでしょ。だからなんで？下品っていうか。下品って言うてる意味わからん。世間体とかあるし。世間体って誰の世間よ。うちの家族の。俺は別にいいと思うけど。個人の問題やん。関係ないやん。何言うてるん、アホちゃん。なんでそこまで言うの。だっておかしいやん、自分言うてること。ちょっと自分っていうのなんか。ほんならさ、自分が高校生の時、40歳になった自分想像したことある？今の自分は自分のことな。注釈が意味をなしてない。ただの中年になってるって思ってたやろ。ただのおっさんになってるって。でも、40歳でも恋愛してるんや。してんの？してないって。けどできるやろ、恋愛。そんな40歳、高校生の時の自分は気持ち悪い言うてたで、多分。確かに。でも70ってのは。なんなん？そんな、70歳になってみんな分からんやろ？ 70 歳には70歳の恋愛があんねんか。それ言われたら。でも、子供はちゃうから。子供おったら変わってまうねん。それはね。そういうもんか？そうじゃない。子供なんかおったら、私ら男女の関係やなくなんねんで。そんな心配するんだ。そんな心配もある。俺は絶対そんなことない。絶対なんて言って大丈夫。絶対やって。旅行家庭今までみたいには行かれへんくなるし、車、ツーシートは無理なるねんで。チャイルドシート乗せたら手詰まりだもんね。大人一人余る。ええよ。ワンボックスにするよ。両側スライドドア。そういう話しちゃうねん。そういう話したやんか。私、電動自転車に子供が座るようなやつくっつけて、ガニ股でペダルこぐのとか絶対嫌やねん。え、どういうこと？変なサンバイザーみたいなの被って、砂まみれのグラウンドで子供の運動会見守るとか、ほんまに嫌やねん。何その具体的な。それがお母さんやろ。いや、わからんやろ。どんなお母さんになるかなんか、里子次第やんか。お母さんって響きが嫌やねん。どこを否定したすね。じゃあ、お袋は？余計嫌や。だって。王くん、まさか、私に黙って仕込んだんちゃうやろな。は？なんでもない。なよね、今の。ごめん、今のはなし。俺そんなことせえへんって。ごめんって。二人のせいや。誠意？誠意っていうか、とにかく、俺は話し合いたい。話し合うんじゃなくて、説得したいんでしょ。ちゃうやんか。
話し合ったら何か見つかるかもしらんやんか。何を見つけるつもりなの？折り合いがつくところやんか。産むか産まへんかしかないやんか。生きるか死ぬか。は？いや、言い換えたら？それは違うでしょ。桜の木の下には死体が埋まっている。え？桜の木の下には死体が埋まっているっていう冒頭から始まる小説があるのを思い出した。へえ。こうやって生き生きと暮らしてる人たちの下に命は埋まってる。ごめん、変なこと言った。埋められるんかな？産むか埋められるか。うちもね、一回そういう話になったことあるけど、いや、うちは具体的にできたとかじゃなくて、将来的に子供どうするって話になって。そういう話もしてたんだろ。自信ないっていうの、ゆかは。どういうこと？体力的にっていうか、体的に。ゆかちゃん別に健康でしょ？いや、でも本人が自信ないって言ってんだから、それをどうこう言うのはおかしいから。いや、それだけで、はい、そうですか、とはならないよ、普通。自信ないって言葉にはさ、いろんな意味が含まれてると思わない？俺も、そこまで子供って思ってないし。奥さん、いくつなん？ 30 歳。30やったらまだ考え変わるかもしらんやろ。そんな一時的な判断で。なんで一時的な判断って考えるん？体のことかだる言うてんのに。体のことで言うたら、さとこかてもう38やんか。勝手に年言わんといてよ。これが最後のチャンスかもしらんやん。チャンス？チャンスって言い方？チャンスっていうか、こういう機会に。同じ意味やし。チャンスは機会のことやし。しゃかすなや。うちにはタイムリミットがあんねんで。タイムリミットって何？産まへんって決めてる人にそんなんない。でも、宿した命、俺らの判断で消せるんか？そういう追い込み方は良くないでしょ。さっきからなんなん？私は、一緒に病院行って、一緒に泣いてくれると思ってた。なんやねん。一緒に泣くって。わかるやろ。わからんよ。後悔すると思うけどな。せえへん。なんでわかんの？いや、そうなった場合、どうするってことくらい、ある程度想定済みでしょ。そこまで話してなかったや。けどそれ以外の選択肢なんかないやんか。でもそんな、命を選択することなんかできるわけ？何の権利で？そんな一般論持ち出してどうすんの？これ、金沢さんのことも同じだよ。お母さんの尊厳死だと同じ話だよ。尊厳死には、本人の意思があるじゃん。違うだろ。金沢さんにそそのかされてんじゃん。それはお前も言ってただろ。そんな風には言ってないよ。じゃあ認めんの？お前。答えられないのに、簡単に命奪う方を選ぶとか、俺おかしいと思うけど。わかった。産む、産んだらええんやろ。そんなやねん急に。そんな投げやりに言うなや。投げやりやで、当たり前やんか。ちょっと。産む。そんな気持ちで産んでどうすんで、うん。気持ちまで取り締まらんといてや。冷静にならなきゃ。冷静になんかなれると思う？なあ、さとこ。今はそんなに言うてても、そのうちに。そのうち気持ちが変わるって、
私の気持ちが変わるって、そんで変わった方の気持ちのが正しいって。待てって。そんなんやったらかわいそうやんか。私がな。子供がや。あと俺もや。俺もかわいそうだと思う。え？あ、いや、俺じゃなくて、みんなかわいそう。みんなっていうか、全員。無理やもん、私。絶対無理やもん。無責任なこと言うなや。無責任？だって、命宿したかもしらんねんで、真剣に考えるべきやんか。それやったら、真剣に考えてくれる人と結婚しや。子供産んでくれる人と結婚しや。待てって、そんなんやったら変わってくれやろ。変わってるよ、もう、王くんがそんな態度なんやったら。ちゃうやんか、さとこやんか。頭からシャットアウトして。王くんもやで。決めつけてるやん。私がわがまま言うてるって。わがままっていうか、話させてって言ってるやんか。話してるやん、さっきからずっと。そこが、全部拒絶やん。自分の思い通りにならへんこと拒絶言うてるだけやんか。ちゃうよ。俺は、可能性を探ろうって言ってるだけで。おい。私のせいで、こんなんなって。私のせいじゃないよ。でも、みんなかわいそう。ちょっと困ったことにはなったけどね。大事なのは、ここにいる人間のこれからだから。中にいる命はどうなる？どうなる？まだ命じゃないと思うけど。それこそ法的な話をするな。へりくつ言うよな、ほんと。まだ命じゃないって、どういう意味？意味、わかんないね。自分たちの人生を考えないと。自分、ほんま子供欲しいんちゃうか？は？奥さんが子作りしてくれへんことを本当は不満で、それで自分に言い聞かせるためにそういう風に言ってるんちゃうか？なんでそうなんの？だって、そうやなかったら、ここまで言ってくる意味がわからんもん。確かに、自分のことでもないのに。自分のことも真剣に考えられない兄貴よりマシだよ。突然俺を攻撃してくるのやめろ。ゆかにはゆかの事情があるし、この人にはこの人の事情がある。それを誰かのエゴで踏みつけんなって言ってんの。でも、ゆかちゃんが言う自信がないとか、そんなのって事情って言えるか？から、ぼかして言ってんのに、なんでわかんないの？は？ゆか、子宮筋腫があるんだっけ？グレープフルーツくらいの。結構大きい。子宮筋腫？そう、だったんだね。それ何？まあ、ない方がいいものだね。わかんないじゃん、俺ら、そういうの。どんだけ大変で、どんだけしんどいのか。そうだけど。なんか、会社の検診で引っかかって、再検査して。ずっと不安そうだったよ。大丈夫なの？普通に生活する分には。ただ、できてる場所があんまり良くないから。妊娠できないってこと？妊娠するなら、手術して取ってって話になるけど、そこまでしてってなるじゃん。なんだよ、なんで言ってくれないの？言わないよ、普通。犯人じゃないし。言えないでしょ。口にはできないようなことが、それぞれあるってことだよ。夫婦でも言われへんもん。ほんまに二人で旅行行かれへんとか、子供用の椅子つけて自転車漕ぐのが嫌とか、それが理由なん？それだけだ。家事とか、今まで以上に俺も頑張るし。
いい旦那さんじゃん。いいお父さんにもなるよ、きっと。この人がいたら安心だと思うけどね。でも、いいって、言ってくれへんもん。さとこも、絶対いいお母さんになれるって。やめてや。ほんまやんか。それが一番怖いねん。え？私、課長代理としてめっちゃちゃんとしてると思う。なんでここで課長代理？一番仕事できると思うねん。自分で言うのもあれやけど、課長よりも課長の仕事してる。代理やのに、課長おるときも課長の仕事してる。ほんで2年以内には代理が取れて課長になったろって思ってる。なれると思うし、それに見合った仕事してると思うねん。だから、仕事との両立は何とかしようや。そういう話とちゃくて、私、役職に応じてきちんとできてまうねん。多少無理してでも。すごいことやんか。いいお母さんっていう役職、それが一番怖い。なんやねん。そんなん求めへんって。こう、里子らしいお母さんになったら、それでええやん。私がそれを認められへんねん。どういうこと？私は、見張られてんねん。誰に？私自身にやんか。は？この家な、ほんまに完璧やねん。クローゼットのハンガー全部木のやつで揃えるとか、作家物の食器だけしか使わんとか、トイレットペーパーのホルダーもかっこいいのつけてもらったし、リビングに飾ってあるガラスで挟んだ押し花の額も素敵やし。ええと思うよ、さとこの趣味。そこに子供用の変なキャラクターとか、入り込んでくる余地ないねやんか。そんなん、いらんから。無理して買った30万のソファー、汚されたくないねやんか。頑張るよ、汚さへんように。旅行は、王くんと二人で、ツーシーターで出かけたいねやんか。私、家で待っとくから。ツーシーターはまだわからんけど。いちいち反応してたら、キリがないよ。今がまさに、私の思い描いてた生活やねん。子供ったら我慢せなあかんとか、私嫌やねん。そんなことばっかり言って。でも、今回のことばっかりは、我慢すんだが嫌とかそういうレベルちゃうやん。一つの命がかかってんねん。私の命はどうなるん？私の命。さとこの命はあるやんか。ちゃうやんか。人生やんか。命の果たし方やん。私だけの。命の。どういうこと？全然わからへんねんけど。お、それやったら、どう言えばわかってくれるん？子供いらんって言ったら全部私が言い訳してるみたいに取るやろ。困ったこと言い出したって顔するやろ。全部ほんまに望んでることやのに。いいお母さんならなあかんのが怖いのもほんまやし。人が消えたらしょうもない出世話とか、二人の理想的な生活も、全部ほんまに望んでることやのに、なんで言い訳してるって取るん？ほんで、なんでこの考え方を後になったら後悔するって決めつけられるん？なんでわかるん？したらいいやろ。俺は、さとこと逆かもしらんな。俺、自分の仕事のこと、全然なんと思ってん。大学の時にバイトしてたファミレスで、そのまま社員になって、企画とか開発とか入るわけでもなく、ずっと現場で。そのパターンで社員あるんだ。
バイトのシフト組むとか、いやそんなん誰でもできるし、仕事にプライド持たれへんねん。そんなこと。でも、子供がおったら、父親っていう役割になれたら、やっと何者かになれる気がする。そうなれたら、助かんねんな、俺。俺は父親やって誰かに言いたいだけなんかもしらん。認めてもらいたいだけなんかもしらん。そんな、私が旦那として認めてるやんか。そうやねんけど。俺は里子みたいに自分に自信がないねん。私かてない。自信なんか一番ない。子供がおったら、それを支えてくれるような、余計失うかもしらんけど。いや、わからんけど。例えばさ、俺、主婦になったらあかんかな。アホ。なんでアホ？それは違うな。ごめん。ありがとう。王くんの気持ちよう分かった。でも、私。え？ええよ。サトコの気持ちも分かってるつもりやから。俺、あえてこのタイミングで言うけど。え？お袋の尊厳死、認めるつもりだよ。なんだよ、本当にそのタイミング。それでちゃんと謝るよ。和ごみ捨てやれなくて、ごめんって。そのことと尊厳死認めることは関係ないだろう。関係なくはないと思ったから言ったんだけど。なんで？俺がお袋だったら、多分、同じ選択すると思う。簡単に言うなよ、深く考えもせず。深く考えてはないけど、簡単には言ってないよ。周りのこと考えろよ。自分が死ぬのはいいよ。でも残された方はどうなるんだよ。またで首絞められるような姿見せられて、誰が幸せだよ。立山のおばあちゃんのことだよ。だから、癌の痛みに関することはさ、あの頃とはもう全然違うんだって。疼痛コントロールっていうの？誰のために生かされるんだよ。そりゃあ、自分のためだよ。お母さんのためだよ。たった今自分が死ぬのはいいよって言ったばっかじゃん。周りのこと考えろって言ったばっかじゃん。手術はさ、兄貴のためだろ。そうじゃない。そうだろ。だって治るかもしれないのに、諦めきれないだろ。諦めきれないだろ。子供たちには言ってないんだよね。ごめんね、私の話。子供たちには言ってないの。もう命を延ばすための治療はしてないってこと。そうなん？特にお兄ちゃんには言えなくて。今日やっと伝わったのかな。
そう。でも、今日、二人が揃ったところを見れて、よかった。私はね、二人の息子を持てた人生は素晴らしかったと思ってるんだ。いいなぁ。私は二人の素晴らしい存在になられへんのかな。私、わかる気がする。え？同じやと思う。この人たちのお母さんもこれが自分の人生でしたって言える最後を迎えたいんちゃう？それをどうやって認めたらいいんだよ。まだ生きてんだよお母さん。まだ手術して生きなきゃいけないんだよ。その生かされる時間はさ、もうお袋の人生じゃないって言ってんだよ。認められないだろ、息子として。息子として考えるからあかんのちゃう？あ、なんだよそれ。それ以外できないよ。ちょっと客観的に見るだけやんか。さすが、自分の子供の命を客観的に見れる人は簡単に言うよ。見てへんよ。さとこはそういう風に見てへん。いや、そういうことでしょ。だから言えるんでしょ。こんなに苦しんでるやんか。誰が一番苦しいかよく考えてみたら。みんなやんか。みんな苦しんでて、それを何とかしようとしてんねんやんか。そうだよ。俺もそうだよ。苦しいよ。つなぐ、お前はなんだよ。なんだよってなんだよ。あるだろう、お前も。息子としてなんか。俺は、お袋のこと、生きてるうちに死なせてあげたいって思ってる。なんだよそれ。お前お母さんいなくなったらどうするんだよ。そりゃ悲しいよ。でも、それは受け止めるよ。兄貴よりは早く。仕方ないだろ。わかんないよ。お前のそういう冷静なとこ全然わかんないんだよ。腹立つな。腹が立つんだよ。兄貴がいつもそうやってわめいてるから俺が冷静にならなきゃいけないんじゃん。あ？いつも一人で背負っているような顔して、わめき散らしてるだけなんだよ。どういう意味だよ。ほんと親父とそっくり。親父もいつも一人で騒いでたろ。割り食ってんのは、お袋とか俺らで。何の話だよ。テレビで餃子のうまい店紹介しててさ、もう飯の用意できてんのに、急にここ行くぞって言い出してさ。でも、店が思ったより遠くて、諦めて、他の店じゃ嫌だって言うくせに、みんな餃子の口になってんだとか言って、そっからお袋、スーパー行って材料買って、2時間くらいかけて餃子作らされたろ。いつの話だよ。覚えてないよ。那須高原に家族旅行に行った時も、宇和地、サービスエリアに上着置いてきちゃって。俺たちが父の日にプレゼントした薄手のジャンパー。連休ですごい渋滞なのに、わざわざ取りに戻るために、一回高速降りて乗り直して、でも、反対車線のサービスエリアからは行けなくて、また高速乗り直したけど、下道もすごい渋滞でさ。結局旅館着くの10時回ってて、飯も食わずに寝るだけとか。なんだよ、その古い話。そういう親父とさ、兄貴は似てるんだよ。父親として、家族のため、みんなのためって言いながら、お騒ぎして。だけど結局自分のことしか考えてなくて、そんな人見てたら冷静にもなるよ。一緒にすんなよ。
俺はそんなんじゃないよ。一緒だよ。兄貴の生活が物語ってんじゃん。やっとお袋も一人になれたんだよ。恋人もできて。俺、お袋の隣に立ってる金沢さん見て思ったよ。ここにいんの、俺たちの知ってる母親じゃない。もう何言ってんの？俺、お袋のあんな顔見たことないよ。病気だからだよ。お前がたまにしか来ないから。それでだろ。違うよ。そうじゃなくて、なんか、穏やかだって。俺、よかったなって思った。何がいいの？何も良くないよ。もう、兄貴が解放してやらないと。解放ってなんだよ。死ぬってこと？違うだろ。それを認めないと、いつまでも兄貴のお母さんのままだよ。そうだよ。お母さんもお母さんだよ。そりゃそうだよ。俺のお母さんなんだ。喧嘩ばっかりして大丈夫かな。大変そう。まあなんとかやるでしょう、この子らは。私の子だからね。あ、いちご。あ、はい、もしもし。あ、たくまです。はい。あ、こんばんは。あ、どうもお世話になります。首ですか？はあ、まあ大丈夫っていうか、日にち薬っていうか、え。あ、シャーシまでは行ってなかったんですか？そうですか。あ、いやー、よかったです。はい。愛着ある車なんで。明日ですか？あ、はい。じゃあ、19時以降やったら。はい。あ、わかりました。はい。車、そこまでひどなかったみたい。ちゃんと直してくれるって。なんか残念そうやな。そんなことないよ。でも、とりあえずこれで、ツーシーターか両側スライドドアでは悩まんで済んだ。なにそれ。なあ。ん？仮の話、終わりにせえへん。仮の話？どこまでが仮の話？それで、俺、どうやったらさとこが自分の人生果たせるんか。それと俺、二人の人生か。どうやったら果たせるんか考えたいねんけど。だから、とりあえず俺、猫探すわ。留守電？病院からずっとサイレントにしてた。僕一人で見とるわけにはいかないからって、
金沢さん、お母さん危ないかもって。なんでその急な。心不全起こして。マジで参ったな。兄貴、家の掃除しとくんだった。まだちゃんと話してないのに、手術のことも。言ってる場合かよ。行かなきゃ病院。ちょっと。俺さ、お母さんにおはようって言ったことないの。あと、お休みも。兄貴。言えるのは、いただきますとか、ごちそうさまとか、あとありがとうくらいで。おはようって、記号的すぎて意味ないじゃん。俺起きたよって伝える必要あるかって。なんだよそれ。つなぐさ、お母さんの前で泣いたことある？は？恥ずかしくない？泣くの。お前は大丈夫か？お袋って呼べるくらいだもんな。おい、なんだよ。俺は泣けないよ。お母さんの前でも、お前の前でも。何言ってんだよ。聞こえた？え？鳴き声。猫。ほんまに？うん。とにかくさ、兄貴、行かなきゃ病院。兄貴、おい！私は、なんで生まれなあかんねんよ。桜、見たいからじゃないの？そうやった。桜、見るんやった。ああ、首？猫、見つかるかな？ゆっくりでええよ。そうも言うてられへんやろ。そうも言うてられへんけど。綺麗だよ。ものすごく。そこに何も埋まってなくても。うん、大丈夫か？当たり前だろ、長男だぜ。泣いてんじゃん。泣いてないわ。泣いてないぜ。Thank you.